はい、はい、G ヘルスケアの川上です。今回の RSNA、私どものテーマは、まあ、もちろんヘルスイマジネーション、GE が推進している、イノベーションを使ってヘルスケアの在り方を、ヘルスケアの提供のされ方を変えていこうと、これをまあここ何年か続けてやってるわけですけども、さらにこのヘルスイマジネーションが、まあ、具体性を増して技術と融合して、いろんな製品の形になって、今回の RSNA でも展示されていると思います。まあ、ヘルスイマジネーションをもうちょっと柔らかくしていっているのが、テクノロジー for ヘルスイアライブス、これが今回の我々の RSNA のテーマです。それぞれの技術革新が、本当にそのお客さん、患者さんの、まあ、健康、患者さんの医療環境をどう変えて、患者さんにとってこうどういうベネフィットがあるのか、それぞれの製品分野でより深く考えて、提案させていって、もらっているのが今回の展示の特徴だと思います。新しい技術のトレンドとしては、まず点吊り式でもない、西洋式でもない、血管撮影装置、IGS というコンセプトのもとに、発表させていただきました。非常に反響は大きいです。ハイブリッド OR の中で、まあ、新しい、提案になると思っています。それからそのペット MR ですね、数年後にはまあ、具体的な形で次世代のペット、次世代の MR を組み合わせた形としてペット MR が提案できるような形になっていくと思います。それから日本からの製品として CT660、 こういったものも今回の RSA の目玉商品になっています。そういった意味で日本から発信していることがこういうグローバルの場で中心の位置を占めている、まあ、我々にとっては非常に喜ばしいことだと思います。まあ、ぜひこういう場を通じて新たな技術の提案をですね、続けてやっていきたいと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。